熱血コンサル基礎産業。美容室などの M&A などを手掛けていきたいのですが、小規模のサロン同士の M&A にて合併でする側とされる側の難しさなど思いつくことを教えてください。まあする側される側の難しさというか、美容室同士の M&A って非常に難しいよね。やめてもらって居抜きで入れた方がいいじゃん、だって安く上がるんだからさっていう話。お客さんが物にできないよね。あるとすれば従業員をもう一回こう雇い替えするみたいなところかな。これよくあるの、うちの会社で。例えばエステとネイルサロンとかね、美容室とエステとか。だからそもそもその美容室とエステってもともとそんなになんか相性いい商売じゃないんだよな。だってそういうフランチャイズあるぐらいだから。だからそういうなかなか難しいんだよ。で、そういう中でやっぱりその M&A をやるっていうのはまあリスクがあるよな。される側の難しさっていうと、従業員がそれだけ働いてくれるかどうかわからんみたいな話はあるよね。まあ例えば店長について行ってたのに、社長について行ってたのに。ね、辞めるんだったら、私独立しますみたいな人多いわけよね。一匹狼の塊みたいなとこなんだからさ。で、それで、その、やる側の方、M&A する側の方と考えると、そのお客さんは少なしも物にならないって思った方がいいよね。この人が切りますって言っても、はって感じになるじゃん。だから、やっぱりその、自分で集客したものに、こう、訴求するような商売だから、なかなかそこには行き着かないのかな、というふうに思いますよね。確かに美容室というと飲食店が2号店3号店を出して同じレシピで再現性を保つのとは違って、美容師の人によってかなり品質も異なるし、再現性を出すのは非常に難しい業態だと思います。その場合は2号店3号店と増やしていくにあたってどのようなことに気をつければいいですか？まあ逆に言うと、もらう相手変えるしかないじゃないか。その店長さんに独立させることを支援するみたいな、一つだけ違うことがあるんだよ。例えば昔よくあったのがホテルとかね、着付けとかあるじゃない。で、そこと一緒にこう美容室をするみたいな、美容師を髪を結ってもらうとかね、そういうのよくあるじゃない。そういうのはその会社に直接入ってくるよね。その会社のブランドだから。だけど普通のその2号店3号店を作るときには、その人のやっぱり属性に集まってくるっていうところがあるから、あんまり看板で集まるっていうのはちょっとないかな。まあ、あるのよ。あるんだけど、大きくやってるところはあるんだけど、そこもやっぱり給料のもらい方が違うもんな。やっぱりちょっと内情知ってるんだけど。だから、要はお客さんからお金をもらうというよりは、場所を提供して、その店長さんからお金をもらうみたいなね。いうふうに、こう、仕組みを変えていくっていうのが大事かなというふうに思いますよね。ある程度、看板やブランド力で集客をしようと思った場合には、どれぐらいの店舗数だったり、規模が必要だと思いますか？これは難しい質問だな。逆に広島にもあるんだよな、実を言うと。福山、岡山で中心にやってるところもあるんだけど、確か10店舗ぐらいから規模がすげえ拡大してきたんだよ、確か。5店舗から、10店舗の間がすっごいしんどい。だいたいこう一族でやってたりとかするよね。自分はチョキチョキしんねえんだよ。だけど経営者なんだよな。で、なんか奥さんとかはみんななんか髪切れるんだよね。要は髪の亭主なんだよ。その他の人が、もうみんなチョキチョキしてるみたいなね。っていうようなところで、まあ大体5店舗とか6店舗とかやってるみたいなね。っていうのは割とあるんだけど、みんななんかその人も年取ってくるんだよな。年取ってくると、やっぱりその、勉強しないんだよ。やっぱ頭の形に合ったようなカットができないとかさ。よくあるのが、昔は和装が主流だったんだけど、最近は洋装が主流とかようなことになってくると。やっぱりもう、変わってくるじゃん、トレンドが。そうなってくると非常に難しくなってくるよ。自分の技術が追いつかなくなってくる。マーケットに合ってこなくなるみたいな。僕らみたいな商売と一緒だよね。コンサルと一緒なんで。その、やっぱり時代に合わないみたいなことになってくると、難しいから、やっぱりその若いうちに、そのちゃんと仕組み化していくっていう必要があるんだけど、それだけの、やっぱりその資金を集めないといけないよね。その資金を集められるところの、その、まあ、パッシングポイントってどこなんですかっていうと、やっぱまあせめて10店舗。年商5億円ぐらいだな。1店舗5000万円かける10で5億円から上。だから5億円あったところが、俺が経験したのがね、7店舗ぐらいで年商3億5000万ぐらいだったんだよ。だけど、そのトレンドが合わなくなって一気に2億円ぐらいまで下がったんだよな。
そうなってくるとそのどんどん美容師さんもね給料高いところに行くじゃんやっぱりさ。そこの美容室が好きだから残ってくれてるって人しかいなくなるんだよ。であと残りのその店舗を僕売ったりとかして結局3店舗で1億ぐらいにしたのかな。でそれでまあなんとか生き延びれたみたいなケースはあるんだけどちょっと悲しいよねだからやっぱりその10店舗っていうところを目指してねやったらいいのかなというふうに思いますよね。美容師業界はかなり労働環境もきつくて重労働でかつまあお給料が安い業態だと思うんですけれども、まあ、そういった中でかなり自分のライフプランについて悩んでる方非常に多いと思っております。美容師の方が所得を増やしていくために、まあ、若いうちからやっておくべきことなどはありますでしょうか。集客だろうね。集客に始まって集客に終わるんだよ。俺こないだなんかね YouTube のこの動画のサムネ作ってる会社があるんだけどそこコンサル受けてんだよね。そこの人がこの度辞めるんだけど10万人ぐらい集めてたよね確か TikTok でそういうの大事、集める。もうサラリーマンの時から集めるの、集めてその独立すればいいじゃないね。そんだけいるってファンがいるっていうか。であともう一つね、俺がちょっといつも思うんだけどなんで尖らねえのかなって思うんだよな。もう俺だったらショートカット専門とかいうとこに行くな。だって切るターンが短くじゃんだってね、長いとなかなかね、枝毛が目立つからっていうのはあるけど、やっぱり年4回にな、年3回とかになっちゃうもんかな。だから年4回来てカットしてもらって、そこへもうどういう風にして、こうね、新しいシャンプーとかそういったものを買ってもらうかみたいなところに、まあ特化したようなビジネスモデル作りをやった方がいいかなという風に思うよね。だから集めとくってこと大事よ。俺もね、過去の経験であったのが、そこの美容室の、これ確かインスタだったと思うな。1000人ぐらいしかいないんだよ。だけどその美容室の美容師さんは、6000人ぐらいいたんだよ。女の人なんだけど。もうさっさと独立したよ。やっぱな。もう、やっぱりそれはやっぱり集めてある方が強いもん。ビジネスモデルの組み立てっていうのができるじゃん、やっぱりね。逆に言うとそういう人にお金出すんだよ、銀行ってね。そのだけ集めて、努力し、集めてるっていう結果がある。融資ってやっぱ試験問題と一緒だから、そんだけやっぱりその時間過ごして、一生懸命やった、そういう時間を過ごしてきた中で、ここの課題があるよね。例えば売り上げを上げる、利益を上げるためにこういう課題があるよね。じゃあそのために、じゃあそれを応援しようってことで融資をするっていうのが本来あるべき姿なんだからさ。だからそこをやっぱりそのサラリーマンのところからやるべきっていうのが一番言いたいことかな。今回の話ってまあその M&A ってことなんだけど、結論から言うと M&A って一番3つぐらいある中の手法の一番下なんだよな。やっぱり特にこういう業界に言うとね。この間もある人のコンサルでそういうこと言ったんだけど、一番やっぱり集客だよ。やっぱ集客しちゃればなんとかなるよ。ね、で、2つ目が隣の町に移転する。自分で。マーケットがでかいところに移転するっていう。一番いいかな。ちょっと隣接したところでとか。移転が一番いいかなと思うね。で、まあ三つ目が、やっぱ M&A かな。なんでかというと、やっぱ育ったところ違うもん。で、お金の払い方も変えた方がいいよね。まあ金額は例えばまあ満額にするかどうかあれなんだけど、半年働いたらいくらとかね、1年働いたらいくら払いますみたいな形で、支払い方を変えるっていうのが大事かなと思うよね。早い話、売りたい人間には売りたい人間なりの事情があるし、だからそこにやっぱりその、自分が付き合わないといけないのっていう、いうのあるよね。それは集客してればできるんだよ。集客してればいい M&A はできる。うちもシェアードバリューと一緒になったけどね、やっぱいい M&A やったよ。本当な、大きく成長できた。けどそれってやっぱうちが集客できてからなんだよね。当時もう1万2、3000人ぐらいいたからね、シェアードバリューとくっついた時にはね。やっぱりそういうのって大事だと思うよ。だからその辺の考え方が大事なんですよね。グループコンサルやってます。メンバーシップで1万2000円のものをやってるんですけども、毎月だいたい1万2000円で半年ぐらい入ってる人が多いのかな。ね、おかげさまで結構集まりました。ありがとうございます。毎月セミナーもやってるんですけど、一元さんは4000円取るんだけど、ここに参加してくる人っていうのはただで見ることができます。このことに関してご興味のある人は、概要欄にリンクを貼っておきますので、一度その問い合わせいただければね、無料で一回ちょっと私とズームさせていただいて、で、その上で進めていくという形にさせてもらえたらと思います。まず、今資金繰りがね、しんどいとか、この会社を買ってみたいとか、いうようなことがあればね、まあ、一番大事なことは資金調達だと思いますので、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしくお願いします。